柳田隆義柳田隆義は日本の現代音楽の作曲家。北海道札幌市生まれ。北海道札幌北高等学校を経て、武蔵野音楽大学、同大学院で作曲をクラウスプリングスハイムに指示。ミュンヘン音楽大学で作曲をハラルド・ゲンツマーに学ぶ。1969年、第38回日本音楽コンクール作曲部門。 1> 第1位作曲賞を受賞。オーケストラプロジェクトのメンバーとして、第52回、第54回の2回文化庁芸術祭、優秀賞を受賞。2006年、吹奏楽曲、西風の肖像で、第1回、フランク・ティー・ケリ国際作曲コンテスト第3位入賞。同作品は、ノース・テキサス・ウィンド・オーケストラによって演奏され、マーク・マスターズのレーベルでリリースされている。 2005年、オーケストラ作品集第1巻がノースパシフィックミュージックから出版され、2009年、2015年には小島六音からオーケストラ作品集と室内楽を含めた作品集が出版されている。また、著書には名曲で学ぶ大位法書法から作編曲まで名曲で学ぶ火星法、名曲で学ぶ学識と分析がある。現在、 文京大学名誉教授、日本音楽著作権協会制会員、日本現代音楽協会制会員、日本作曲家協議会制会員、日露音楽家協会会員、日本電子キーボード音楽,楽学会代表幹事を歴任。ありがとうございます。